こちらは今日正午時点での雨雲の様子です。九州地方を中心に雨が降っているのがわかります。さて、この雨の範囲ですが次第に広がってくる見込みです。雨雲の予想を見ていきましょう。夕方になると西日本広い範囲で雨となり、夜遅くになると北陸や関東甲信地方でも雨が降り出す見込みです。長野など標高の高いところでは雪が降る予想となっています。 そして明日のお昼頃には東北地方も広く雨が降る見込みです。さあ、この雨で注意をしていただきたいのが、雪崩や落雪です。先日の大雪で積雪が増加したところでは、この雪崩、落雪のリスク非常に高くなります。今日のうちにしっかりと雪下ろしをしておきましょう。そしてこの雨の後は再び強い寒気に警戒が必要です。 木曜日の夜遅くになりますと、西日本、前回よりも強いレベルの寒気が入り込んできます。一旦こちらでも路面凍結や日本海側の地域では大雪が予想されます。そして、金曜日になりますと、北陸から東北地方には大雪をもたらすレベルの強い寒気がやってくるんですね。今回はこの上空の寒気、しばらく居座りそうです。このため、 北陸地方は再び大雪に警戒をしてください。というのも、前回大雪をもたらした原因の一つの活発な雪雲、今回も北陸地方に入り込んできそうで大雪となる恐れがあります。さらに積雪が増加し、大雪による交通障害も想定されますし、湿った雪となりますから、電線に着雪し、停電が発生する可能性もあります。 今回はこの大雪のリスクが長引く可能性がありますから、今日のうちにしっかりと大雪への備え、また停電対策などしっかりと行うようにしてください。では改めて明日の全国のお天気、予想天気図から見ていきます。明日にかけては前線を伴った低気圧が発達しながら東の海上へと進んでくる見込みです。このため雨の範囲が広がっていきそうです。マークで見ていきます。 西日本の日本海側では雨や雪のところが多くなるでしょう。夜遅くになるとこの雨も雪へと変わる見込みです。東海から東北地方にかけてもお昼頃にかけて雨が降り続きます。路面状況の悪化にお気をつけください。札幌でも雪のマークついていますが、湿った雪となりそうです。続いてこの先の全国のお天気、まずは沖縄から西日本です。 土曜日頃にかけては日本海側の地域では雪が降り荒れた天気となる恐れがありますから最新の気象情報を確認するようにしてください。続いて東日本から北日本です。北陸地方から東北の日本海側では日曜日頃にかけては大雪や猛吹雪に警戒をしてください。そしてその後もしばらく雪の降る日が続き積雪がさらに増加しそうです。